なんと7月に木山温泉さん、すごく楽しい夜が待ち構えていると。はい、今回今までやったことがない試みにはなるんですけど、その手品みたいなイリュージョンですね、こちらの方を、1日2部公演で開催しようと、今計画しております。今回この来られる方、有名な方でかなり内容も楽しめそうな感じですよね。そうですね、プロフィールで拝見させていただいた部分にはなるんですけど、テレビに何度か出演されてたり、いろいろなプロデュースされてたりしてるみたいなので期待しております。日にちがね、どうしても平日になったのはちょっと残念なんですけど、この辺りでも昼と夜と部がありますので、ご来館いただけるお客様に足を運んでいただけたらなというふうに思っております。気になる方問い合わせてほしいですね。はい、一応もう金額に対してお弁当もついてますし、タオル等をお持ちいただければお風呂も入っていただけますので、お得なような感じの金額にはなっておると思います。ぜひ多くの方に来てもらえるといいですね。そうですね、皆さんの多くのご来館お待ちしておりますので、はい、そして木山温泉さんといえば、この夏の暑い時に冷たいビールでグイッとが美味しいという毎年あるコース、今回もあるんでしょうか。そうですね、お客様からどうしてもご要望がございましたので、平日はちょっとお休みになるんですけど、週末と、開催できるときに開催しておりますので、これも7月から、開催しますので、こちらの方につきましても皆さんに楽しんでいただけたらなということで、できる限りのことをやっていきたいと思います。もうね、この週の夏はかなりちょっと異例の暑さなので、ぜひその暑さを吹き飛ばすためにも美味しいビールと気持ちのいいお風呂に入ってもらえるといいですよね。そうですね、暑さがね、どうしてももうこう熱中症になりかねないんで、リフレッシュも含めて、はい、ご来館いただけたらというふうに思っております。その夏の風物詩で、実は去年も大好評だったうなぎ、今年も販売されると。そうですね、柔らかくて自家製のタレで販売させていただいているんですけど、こちらの方につきましてもできるだけ、価格を抑えたような形でご提供させていただきたいなと思っておりますので、皆さんご予約の方を、お待ちしておりますね。はい、地元の温泉でこう日中の暑く、ね、もう本当汗かいた体をさっぱりしに来るというのは本当にいいロケーションでいい場所なので、ぜひ多くの方に一服しに来てもらえるといいですね。そうですね、この夏ですね、いろんなところ皆さん行かれるかと思うんですけど、その中の、選択肢の一つとして当館ご利用していただければありがたいと思っております。じゃあこれからどんどん暑くなりますが、頑張って皆さんに憩いの時間提供してください。はい、こちらこそ頑張りますので、よろしくお願いいたします。